さて、4月26日火曜日、お友達、お弁当をいただきました。お友達がお弁当いただきました。とてもかわいい、美味しそうな、これはお寿司かな、手まり寿司のような、食べやすいですね。わー、すごく見て、かぼちゃ綺麗ね、なんとも言えない、上手やな、職人さんの技やな、こういうのは。また後ほどいただきます。なくなる前に取っとかないと、しっかりいただきたいと思います。ありがとう、いただきます。な、ジュリちゃん、はい、ジュリちゃんも、はい、ジュリちゃん、こっち、ジュリちゃん、ジュリジュリ、全然振り向いてくれへんな、疲れてる、疲れてる、はい、はい、ご苦労さん。